はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は、京都市、東山区の、報告廟にやってまいりました。パチ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 ということでね、簡単に言いますとね、豊臣秀吉のねお墓ですね。今からですね階段を上って、上に上がっていきたいと思います。お墓の下はですねこんな風になって、駐車場になってますね。ちょうどですね京都女子大学っていうね、私立の女子大学があるんですが、そのね大学の奥にね、ある感じでね、まあこっちの方はね結構人が少ないですね。ここになんか小屋みたいなのがあってね、こっから入る感じですね。ご参拝者様へ、そのねお金をね納める必要があるわけですね。100円ですね。でこっちにですね、国松次見古墳墓ということで、その豊臣、国松っていうですね、秀頼の子供ですね。ですからまあ、秀吉からする、秀吉からすると孫ですよね。豊臣宗家における最後の直系男子ということでね、のお墓があるということで、ここにねお墓がありますね。すごくねでかいですね。なんかよくね高野山にねよく見るね お墓ですよね。団子みたいなやつですね。報告廟ということでね、豊臣秀吉のお墓ですよと、天下統一を果たした秀吉は1598年伏見城で63歳の生涯を閉じ、意外は異名により、ここ阿弥陀峰に、葬られたと。ずらずらずらってことですね。上にですね巨大な五輪石塔があってね、伊藤忠太が設計みたいですね。ここに英語とチャイニーズとコリアンですね。じゃここにね、100円がいりますんで100円を入れたいと思います。はい、今入れました。じゃあね上がっていきたいと思います。結構ありますね。まあでもね、その石段一つ一つはねそんなに高くないんでね、登りやすいですね。後ろはこんな感じで、まあ、すごくね整備されてますね。今いるところはですね、まあ、先ほど言いましたようにね、京都駅からね東の方に向かって、行ったところで、あの智積院とかね通り過ぎてね、ずっと東に行きますと京都女子大学っていうね、
まあ高校とか中学もあるんですけどね、まあ有名な女子大学があって、そこの奥ですね。だから東、ずっと東に向かっていけばね、突き当たりにあるって感じで、まあ京都駅から歩けなくはないですけどね、まあ、ちょっと遠いかもしれないですね。体鍛えるにはいいですね、これね。100円いりますけどね。いい運動になりますね、これ。グッドエクササイズって感じで。伊藤忠太ってね、いろんなものを設計してて、明治神宮もね、建て替えの時に伊藤忠太が設計してますよね。ひたすら登るって感じですね。豊臣秀吉はね、お亡くなりになったのは伏見城ってことでね、まあ伏見区に伏見城ってのは昔ありまして、まあ、そこでお亡くなりになったって、まあ、伏見ってのは昔からね、まあ交通の要衝であり、まあ政治の中心でもあったわけですね。まあ今はね、伏見城はないんですけども、江戸時代はね、伏見奉行とかあったりして、まあそれぐらいね、まあ重要な土地だったわけですね。まあ京都の南の方ですけど、交通の便が良くてね、舟運で船でね、大阪とつながって、まあ物資が集積してたわけですね。まあ、こんな感じですね。でまあその秀吉はですね、その伏見城で亡くなって、でまあ遺命ということでね、まあ要するにどこどこ埋めてくれってことでね、まあここに埋めてくれってことで、ここに埋められたわけですね。これ一旦休止、あれですね、階段が、フラットになって、でここからまた登る感じですね。ここにまた門がありますね。温度はそんなに高くないのかな。本当にストレートなんでね、ひたすら登る感じですね。徳川家康はね、日光にお墓ありますよね。豊臣秀吉は、ここですね、京都の東山の、山の上ですね。よいしょ。
結構ね、その京都駅の方から、智積院の方からね、こっち向かう途中に、その豊臣秀吉のゆかりのね、まあ、神社があったりして、今比叡神社っていうのがあってね、新しい日吉神社って書いてね、今比叡神社ってなんですけど、まあそこもね、豊臣秀吉が大津のね、比叡神社を、まあ、勘定したというかね、持ってきた神社があったりしてね、まあこの辺結構徳川家康あたりじゃなくて、豊臣秀吉ね、豊臣秀吉にゆかりのある神社がやっぱ多いですね。あ、着きましたね。やっぱでかいですね。まんじゅうみたいな感じで、形が可愛らしいですけど、でかいですね。石灯籠がありますね。伊藤忠太が設計ってことで、まあ別にその設計も何もね、すごく単純な形してますけど、やっぱ計算されてるんでしょうね。ここから入れるんでしょうかね。入っていいんでしょうか。入れるっぽいですね。こっちはちょっと山道みたいになってて、こっちもなんかあれですね、行き止まりですね。ああ、眺望がいいですね、すごくね。ロープが張ってありますけど、京都の街並みですね。すごくいい眺望ですね。今ね、東から、北の方を見てる感じですかね。でこの山沿いがね、この東山と呼ばれるような感じで、おそらくその下のあたりがね、祇園とかその辺ですね。清水寺とかね、清水寺が見えますね、すぐそこにね。清水寺の三重の塔がね、見えますね。すごくね、三重の塔が、あとね、西門ですね。すごく鮮やかなね、朱色してますね。まあ、本当に観光客でごった返すところですけど、本当にね、京都っていうのは盆地っていうのがよくわかりますね。やっぱり山に囲まれてますよね。わ、ここからあれですね、清水の舞台もね、見えますね。やっぱり観光客がいっぱいいますね。はい、ということでですね、今回は、京都市ね、東山区のね、報告廟をね、参拝散策しました。まあね、石段結構ねきついですけども、お墓がすごくねでっかくて立派で、まあ何よりね、眺望がすごく綺麗ですからね。まあぜひね、京都来たら、ぜひね、石段を登って、
参拝散策されることをねお勧めいたします。